時刻は六時半になりました。澤田健次最新ニュースのお時間です。レモジュリニュース一八三ゼロ。先日こちらのレモジュリニュースでご紹介しましたけども、えー、本日ね、えー、まあ AM ゼロ時に映画土月一億を十二ヶ月の無ビチ系、えー、ね、えー、販売ということになっていたと思うんですけども、その、えー、販売がですね、なんと。 え初回販売分数時間で完売ということでいやーすごいですねジュリーのパワーはねえー予想をはるかに超える反響というふうにえこちらツイッターの方でね千代迎から12か月の公式ツイッターでえーこのように書かれておりますけどもまあ多分ねジュリーが出るわけですからまあ最初から結構な数は用意していたと思うんですけどそれを上回るまあ数だったということでうん。 ただ改めまして、本日3月25日お昼正午12時より再販売という形になっております。この初回販売分ね、深夜に販売した分の時は、サイトのアクセス時間とかも非常にかかったような感じで、なかなかね画面が切り替わらなかった方も 多かったのではないでしょうかですので今回ね正午にもう一度販売をスタートという形になっております本日3月25日の、まあ、お昼3時の段階ですけどもあの在庫は丸となっておりますクリアファイル付き一般1500円在庫丸というふうになっておりますただすごいのはまだまだございましてですね あの新宿ピカデリーとシネスイッチ銀座で販売するよというふうにこのレモジュリニュースでもご紹介したと思うんですけどもなんと <laughs> 共に売り切れということでございましてですねで、えー、新宿ピカデリーの方は明日3月26日土曜日の劇場オープン時より販売再開予定となって、えー、いらっしゃるということでございますシネスイッチの方はですね 本日中に追加納品される予定となっておりますがえ時間は未定となっていますがこちらはシネスイッチ銀座の公式ツイッターのお昼の大体12時、えー、半ぐらいですかね えー、このように言ってらっしゃいますので、えー、本日いつの時間に納品されるかはちょっと未定なんですけども、まああのえー、シネスイッチの、ねえーまあ、ツイッターなどを、えー、チェックしてみてくださいそして、えー、土から12か月の公式ツイッターに「オンラインでの販売では特典はつかないの?」というご質問があったとのことなんですけども「えー、劇場での販売同様メジャーサイトではムビチケカードと特典がつきます」 数にに限りりがございいいまますすという,ふうに書いておりますメイジャーサイトというのは、えー、このまあ言ったら無ビチケをまあ販売する会社の名前が株式会社メイジャーとなっておりますのでそのまあサイトという意味なんですけどもまあこちら先ほどねがまあご紹介しましたクリアファイル付き一般というふうに書いておりますので下にえ購入特典オリジナルクリアファイルというふうに書いておりますのでうん。 先ほど申した通りり在庫は丸となっておりますこれが三角になると残りわずかえ×になるともう在庫はないということなので、えー、在庫がなくなり次第終了となる、えー、ことになっておりますので、えー、もう今回のこのね流れを <laughs> 見ておりますとまあちょっとお早めに。 ね、えー、ご購入された方がいいかもしれませんさらに質問で新宿ピカデリーとシネスイッチ銀座でしかムビチケは買えないのというね、えー、ご質問があったそうなんですけども購入できる劇場は徐々に増えていく予定とのことです、えー、枚数は各劇場によって異なりますがなるべく多くの方にご購入いただけるようムビチケと 特典クリアファイルを納品させていただく予定で動いていますという公式 Twitter からのお知らせになっておりますこちらの情報は全て3月25日2022年の3月25日お昼の3時確認分となりますのでねご購入の際は必ず各所サイトねチェックしてよろしくお願いします もう結構コロ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 と変わってしまいますので必ずこのね「土をくらう12か月」の公式ツイッターを見られるのがいいかもしれませんあのグーグルとかでね「土をくらう12か月ツイッター」と検索していただけたら一番上にね出てきますのでこの公式ツイッターを中心にチェックされるのがいいのではないでしょうかお送りしました「レモジュリニュース1830」このコーナーを含みます 月曜日から金曜日6時半にジュリーの最新情報楽曲をご紹介するサイト「レモンジュリーステーション」こちらのサイトもよろしくお願いします概要欄にリンクを貼っておきますのでぜひこちらのサイトもよろしくお願いします不思議レモンでした